Cinco, mi torrente finito, cabina 1005. Evitando di consegnare la chiave metallica della cabina, non disinformazione, grazie. What's up guys? This is Socha. 皆さん調子どうですか？パレルモに到着してでホテルにチェックインしてからそのままの、足でですねこちら、ジジマンジャさん、イタリアのすごく有名な店でもう著名人もみんな通う、お店らしいですけどでオーナーさんもものすごい有名な方でですね、そこで来た時にね、サーゴっていう、お魚がちょうど届いたばっかりだったんですよ。日本語で言うとタイスナッパーですね、英語でスナッパーみたいなちょっとものらしいんですけどもそれを、トマトと少し、辛くした料理スパゲティ、パスタですね、してくれるということなんでちょっと食べてみたいと思います。その後またちょっと観光してから、次のまた、お店また美味しいものに、出会える、フードツアーまた始まります。
これなんですけども、今カーポっていう市場に来てて、カポナータっていうすごい、シチリアでは有名な惣菜です。カポナータ。いやこれね、ナスじゃないですかね。いただきます。うん。美味しい。でトマトベースなのかな。でセロリと。もうこれライスの上にもう乗っけちゃってガツガツ効いた感じのめちゃめちゃ美味しいやつですね。これがシチリアで有名なナポラートってやつですね。めっちゃ流行ってますよ。見てくださいこれ。なんで？あとこれカネッレっていうひよこ豆の粉で作るらしいんですけど、これも。あ、これはね、乗せちゃったりとかして食べたらこれ最高うまい。ティピコティピコタレモメレちゃんメレちゃん、あーまんまみえまんまボーンスタートスタートスはい、ということでですね、こちらメルセデさんですね。すごくですね、予約の取れないもう有名な店らしいんですよ。僕らも予約が全く取れなくてですね、もうそこ何とかねじ込んでもらったっていうことで、席をスタッフとみんなで設けてもらったんですよ。でシーフードがとにかく美味しいっていうことで評判で、まあ、いろんな、まあ、地中海料理シーフード食べてきたんですけども、まあ、どれぐらいのものが違うのか、そして新しい発見、そういったものをまたね、みんなに届けていけたらなと思ってます。じゃあ食べていきましょう。
皆さんおはようございます。17日目の朝でございますね。パレルモです。安定の6時半です。朝早いですね。はい、早いです。今日ですね、タオミナの方に、移動して、また市内観光と、いろんな人との出会いがまたあるわけなんですけども、いやもうね、楽しすぎて疲れも出ないぐらい一日一日早いですね。もう気づけば17日、食に対しての文化だったりとか、味のそういう味覚に対しての足し算、もう本当に素晴らしい旅ですね。はい、もうそういうのもね、また皆さんにお届けできてるっていうのもまた嬉しい話ですし、なんかそういう一緒にね、感じれるものがあったらなって感じで思ってます。ということで、この後、タオルミナの方に車で3時間かけて行きますんで、また、行きます。